イギリスの彫刻家、ジョン・フラックスマンが1805年に描いたおこれる、アキレウスとアガメムノーンに引き渡されるブリーセイス。ブリーセイスは、ギリシア神話の女性である。長母音を省略して、ブリーセイスとも表記される。ブリーセウスの娘とも、クリューセイスの娘とも言われる。デュルネエソスの王ミュネイスの妻。ミュネイスの妻ブリーセイスは、 トロイア戦争でアキレウスがリュルネイソスを陥落させた際に夫を殺され捕虜となり戦地におけるアキレウスの妻となった。ブリーセイイスはアキレウスの捕虜の中で最も優れた女性であったが彼女をめぐってアキレウスとアガメムノーンが対立することになった。イーリアスによるとアガメムノーンはクリューセイスの娘クリューセイスの返還を拒んだためクリューセイスはアポローンに ギリシア軍にはいが降りかかるように願った。これを聞いたアポローンはギリシア軍の陣営に必殺の矢を雨のように放ち多くのギリシア兵が倒れた。このためアキレウスはクリューセイズの返還を提案したがアガメムノーンは返還に応じる代わりにアキレウスの捕虜グリーセイズをもらうと言い張った。女神アテーナーになだめられたアキレウスはアガメムノーンに ブリーセイ,イスを引き渡したが、腹を立てて戦場に出て戦うことをやめてしまった。その後の戦闘でギリシア軍が不利になると、アガメムノーンはブリーセイスをアキレウスに返還して和解しようとしたが、アキレウスはこの申し出を断った。このため、ギリシア軍は苦戦が続いたが、パトロクロスが戦死した時アキレウスはついにアガメムノーンと和解して、ブリーセイスを受け取り、 戦場に復帰したという、ありがとうございます。